大家好、皆さんこんにちは。今日はピンインについて勉強しましょう。第1回目の時に韻母について勉強したと思いますが、少し復習していきましょう。まだ覚えてますでしょうか。はい、この1番はあーあーわーわーうーうーいーいーうーうー。はい、韻母を復習しましたら、今日は声母について勉強していきましょう。声母、声母、この縦の列の方です。一個一個の発音を確認していきましょう。まず一番、ボーボー、このボーの発音するとき唇を丸くします。ボーボー。次は、ポーポー、このポーの発音するとき空気を、口の中から吹き出すように、もちろん唇も丸くします。ポーポー。もーもー、このもーの発音するとき鼻から発音するように、も、もー、もー。この発音するとき、注意してください。ふーふー、わかりましたでしょうか。下の唇と上の歯を軽く接触します。フォー、フォー。はい、次は、ドゥ、ドゥ、口を開きます。この口を開くときに歯を噛まないように注意してください。ドゥ、ドゥ。次のこれは、プープープーの発音するとき空気を吹き出すように、このときは舌、上の歯の根元のあたりに来て一回接触すると離します。プープー。はい、次は、ぬーぬー、これは鼻から発音するように、ぬーぬー。はい、最後の一個、るーるー、このるーを発音するときに下、上の歯の根元のあたりに一回接触してすぐ離れるように、るーる。はい、わかりましたでしょうか。一個一個の発音の確認を しましたら、ピン、スペルの方、声母と韻母の組み合わせの発音も練習していきましょう。はい、これはバーバーボーボー。空いてるところはこの発音、組み合わせの発音はないということです。じゃあ次の、ピー、ピー。はい、こちらは、ぼー、ぼー。はい、次の列、次の行の、パー、パー、ぽー。ここもないですね。次はピーピープープー。
次のもの行ですね。まーまーもーもー、うん、ここあります。むーむー、はい、次はみーみーむーむー、はい、次、フォー、ファー、ファー、フォー、フォー、ここも、ここもないですね。こちらは、フー、フー。はい、次、ドゥ、タ、タ、ここはないですね。ドゥドゥディディドゥドゥ、はい、次トタタ、ないですね。トトティトト、はい、次ヌ、ナナ、ここもないです。ヌヌニニぬぬ、はい、最後の行、るららここもありません。るるりり、はい、最後はるる、今日の発音全部練習しました。いかがでしょうか？難しかったでしょうか？你明白了吗？